どうも、花房皮膚科花房です。今日はいちご花についてまた深掘りしていきたいと思います。一言でいちご花って言ってもだいぶ症状が違うので、それぞれ3段階に分類して、あくまで便宜上分類しただけなんですけど、それによってどの治療が向いているか、どの治療がおすすめなのかっていうのを解説させていただきましたので、もしよかったら最後までご視聴ください。もし今日の動画が役に立ったっていう方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあ早速始めていきたいと思います。まず1つ目、軽症のパターンですね。いちご花って言ってもまだまだ軽症であるっていうパターンですね。具体的にはどういう状況かっていうと、毛穴が広がってたりとか、黒ずんではいるんですけど、毛穴がね、凹凸ができてなくてスムーズな状態ですね。単に毛穴の広がりと黒ずみがあるっていう状態ですね。この場合はどういった治療がおすすめかっていうと、病院での治療はダーマペンとかポテンザ、フラクショナルレーザーとか、はたまたケミカルピーリングなんかもやってみていいと思うんですけど、そういった治療を月に1回やって、あと家ではレチノイド、ビタミン A の類ですね、このあたりのつけ薬をつけるっていうのでいいと思いますね。なので例えばなんですけど、病院で1ヶ月に1回ポテンザの治療を受けます、家ではレチノールのつけ薬をつけますと、そういった形でね、様子見ていただくと徐々に良くなっていくことが多いと思いますね。2つ目、次は中等度の場合ですね。さっき言った毛穴の広がりや黒ずみに加えて、毛穴の凹凸が目立ってくる場合ですね。人によってはね、すり鉢毛穴って呼んだりする人もいるでしょうし、そのあたりの名称は何でもいいんですけど、要するに毛穴がくぼんでる感じになって、はたまた周りが盛り上がってる感じになって、凹凸が目立ってくるタイプですね。こうなってくると中等度と呼ばせていただいて、治療方法としては花房式炭酸ガスレーザーですね。盛り上がっているところを削る花房式炭酸ガスレーザーっていうのが一つ選択肢と上がるようになってきて、そこまではちょっとっていう方はフラクショナルレーザーをやってもいいと思いますし、ポテンザからやりたいわっていう方はポテンザでもいいと思いますね。ただダーマペンとかケミカルピーリングはちょっと弱いかなっていう風に感じるようになってくるのがこの段階ですね。ご自宅だとイソトレチノインを飲んでもいいし、イソトレチノインってビタミン A の活性型の飲み薬ですね、こちらを飲んでもいいし、ちょっと飲み薬まではっていうのであれば、先ほど同様レチノイドのつけ薬をやってもいいかなっていうところですね。典型的には1回花房式で炭酸ガスレーザーで綺麗に削って、1週間後からトレチノインっていうつけ薬をつけるっていうような感じですね。最後3つ目、これはね、いちご花でいうと重症系なんですけど、もはや微粒って言った方がいい状態ですね。先ほどの中程度の症状に加えて、小結節がたくさん出てくるんですね。ボコッとしたおできみたいなのができてきて、これは通常視線増殖症ですね。皮脂腺が過形成したものですね。こういったものが出てきたりとか、鼻腺部、鼻の先のところがちょっと膨らんできて団子鼻みたいになってくるような状態ですね。いちご鼻でいうと重症系だけど、微粒でいうとね、軽症かなっていう感じですね。これの場合の病院でやる治療っていうのはね、花房式炭酸ガスレーザー、これがね一番確実ですね。結節のところとか盛り上がってるところを炭酸ガスレーザーで削りますと、その削った後はご自宅でイソトレチノインっていう飲み薬を飲んでいただくことになるんですね。さっきからね、イソトレチノインの飲み薬が結構出てきてるんですけど、これどうして有効かっていうと、要するに毛穴が広がってきたりとか凹凸が起こってくるのは、皮脂腺の働きが強すぎる、皮脂腺が大きくなりすぎているっていうことが結構多くて、それを働きを弱くしたりとかちっちゃくするのがイソトレチノインの飲み薬なんですね。なので中程度とか高度になってくると、どうしてもイソトレチノインに頼らざるを得なくなってくるっていうのが現状なんですね。だからいちご花の重症系になったら、花房式の炭酸ガスレーザー1個ずつ削っていく治療とイソトレチノインの飲み薬を併用すると非常に良くなってくるわけですね。私の SNS やホームページにたくさん症例写真が載っておりますので、気になった方はチェックしてみてくださいね。1つ目の症例が軽症と言っていい症例だと思うんですけど、ちょっと毛穴が開いていてっていう感じですね。この方はね、ダーマペンを4回だけだったと思うんですけど、4回やると開きと黒ずみは良くなったねっていう症例だと思いますね。通常もうちょっと毛穴とか目立つことが多いと思うので、その場合はご自宅でレチノール、ウィズドクターとか使っていただくといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
2例目がね、さっきの分類で言うと中等度になると思うんですけど、木穴の開きとか黒ずみとかがあるのに加えて凸凹がね目立つと思うんですけどね、こうなってくるとちょっと断片だけではきつくて、今回ね鼻ふさ式炭酸ガスレーザーで削るのと、イソトレチノインの内服をやってもらったっていう症例なんですね。治療は1回なんですけど、イソトレチノインは3ヶ月飲んでいただいて相当良くなってるっていうのがお分かりいただけるかと思いますね。最後の症例ちょっとね分かりにくいかもしれないんですけど、結節って言ってプクプクしたものができてるのと、あとね微線部が膨らんできていて、いちごまの中ではですね重症っていう風に判断した症例なんですけど、こちらはね鼻ふさ式炭酸ガスレーザーを1回やってイソトレチノインを2ヶ月飲んでいただいたっていう症例ですね。まだちょっと完璧とは言い難いですけど、デコボコとか結節が減ってきて毛穴も目立たなくなってきてるなっていうのがお分かりいただける症例だと思いますね。こちらの方に関してはもしかするともう1回ぐらい鼻ふさ式の炭酸ガスレーザーやってもいいかなと思ったりもしますね。そんな感じでホームページにもね他にもいろいろ症例写真を載せておりますので、もしよかったらご覧になっていただけるといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。先生、いちご花のレベルに関係がなく即効性を求めるなら先生はどの治療がおすすめですか？一番早いっていうとやはり鼻ふさ式炭酸ガスレーザープラスイソトレチノインなんですけど、ちょっと毛穴が広がってるとかね、それぐらいでやるのはちょっと過剰医療かなっていう気もしますけどね。ダーマペンとかポテンザの治療に行くと月に1回などで治療を勧められるんですが、3ヶ月に1回とか半年に1回だとあまり効果がないですか？私はねあんまりそれに関してはね良くないと思ってますね。ダーマペンとかポテンザっていうのはやっぱり定期的にやってちょっとずつ良くしていくっていう治療ですもんね。あんまり間隔が空くのはおすすめじゃないかもしれないですね。どうしても間隔空いてしまうっていう場合は間の時にレチノールをつけたりとかイソトレチノイン飲んだりとかっていう感じでやるといいんじゃないかなと思いますけどね。毛穴を改善するためにおすすめの内服薬とかはありますか？そのイソトレチノイン以外だと例えば女性だったら人によってはピルとかスピロノラクトンとかは選択肢としては上がってくるとは思いますね。いちご花は自宅でのスキンケアだけだとやっぱり改善は難しいですか？例えば最近だとレチノールも市販で売ってますし、ピーリング剤とかもね市販で売ってるんで、うまく組み合わせれば良くなっていく可能性もあると思うんですけど、いちご花に関してはねかえってやりすぎて悪くなってる人も多いので、私はねあんまり自宅でのケアはお勧めしないかなというふうに思いますね。脱毛が毛穴にも効果があると聞いたことがあるんですが、こういう治療と脱毛どちらを先に優先した方がいいですか？これはね毛穴を顕微鏡で見れば分かって、顕微鏡どころか虫眼鏡で見るとよく分かって、いちご花のね黒ずみと思っているものが実はねムダ毛だったりすることあるんですよ。虫眼鏡でよく見ると見えるので、友達とかご両親に見てもらって、もしそれが毛なんだったらレーザー脱毛することで良くなることもありますよね。いちご花のケアなんですが、50代とかだとやっぱり遅いですかね？年齢は特に関係ないですね。何歳でも受けられる治療だと思います。逆に10代の方とかが受けても問題ないですか？全然問題ないんですけど、一応18歳未満の方はご両親の同意書が必要になってきますね。ありがとうございます。今日はいちご花の重症度分類をして、その上で治療方法について解説させていただきました。もし今日の動画が役に立ったっていう方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。